おこわとは、もち米を蒸した飯のことを言う。もともとは怖いを表す、尿防止が一般化した語である。怖いとは、怖い飯の意で、うるち米の飯に比べ、独特のもちもちとした食感と甘みがある。赤飯もおこわに含まれ、競技では、赤飯のことを指す。おこわ弁当古くは、もち米でもうるち米でも、蒸したものを怖いと言い、十分な水を加えててかしいだものは、 弱飯、または、姫めいいと言った。なお、炊は、赤飯を炊くのように、蒸すことも含むことから、区別するため、かしぐとする。江戸時代になってかしぐことが、一般的になると、かしいだものを飯と呼ぶようになり、もち米を蒸したものを怖い、または、おこわというようになった。現在はもち米を用いてさえいれば、普通に炊き上げたものや、 もち米とうるち米を混ぜて用いたものをおこわと呼ぶこともある。昔はもち米は貴重品であり、もち米を蒸したおこわは、刑事や祭り、正月など晴れの日しか口にすることができない祝いの、席のご馳走であった。また、肉類を含まないものは、精進料理として僧侶に好まれた。おこわの調理例4人分として、もち米3号を用いる。もち米は洗って、 たっぷりの水に8時間ほど漬ける。蒸気の上がった蒸し器に絞った濡れ布巾を敷き、水を切ったもち米を中央をくぼませて広げる。布巾を端を畳たたんで、かぶせ蓋をし、強火で溶かす。10分ほど経ったら、水を適量全体にかける。これを10分おきに3から4回繰り返し、40分ほど強火で溶かす。蒸し上がったおこわを反対に移し、しゃもじできるように混ぜる。 器に盛り付け、ごま塩を振り提供する、など。その他、鮭、茶粉、松茸、タケノコなど、旬のものが好まれる傾向がある。また、コンビニエンスストアなどではおこわをそのまま、おにぎりとした商品が販売されているところもある。工事園第5版日本国語大辞典、第2版おこわの項。日本大百科全書小雨飯、こわめしの項。 一流料理長の和食法店永久保存レシピ私たちへ300レシピの贈り物世界文化社別冊家庭画報2008年7月 ISBN 978から4から418081134ありがとうございます